違いますって言われてるけど。旗揚げの楽なのよ。ペロシさんがいなくなってから包囲網をしているんですね。中国もやっぱり、事情がありますね。あんまりアメリカと、戦争したくないわけですよ。なぜかと言いますとですね、アメリカの方が通常兵器でもし戦争するとなるときも、アメリカの方が絶対的に強いですね。
これはね、新規だね。君の輪にぼくだったの。
やるよ。